おはよう、かみです。ゆだです。さあ、今回の旅なんですけど、企画を全部カムイに投げてます。なるほどね。いや、見当がつかない。前回は最高の旅で四国一周回って、次から、まあ、四国を出て、ね、中国九州地方、そう、旅の資金がないんですよ。僕たち貧乏なんで、ね、このまま行ったら多分レッカーで中で死んじゃうんで、運強かったでしょ、うん、次やる企画はめっちゃ簡単なんですよ。7を3つ揃えたら払っていくって遊びがあるんですよ。そっちで行きます。マジで。というわけで、今日から日本一周スロット旅。バカな、買っちゃえ。ここで死ぬよ。7取れたお金バカなって取れたお金出て、おいしいもの食べながら日本一周しようかなと。あんましたことない。俺らもう運でだって生きてきたやん、四国一周。サイコロも振りすぎたね。次はスロットしようかなって。7まあちょっとやってみようか。じゃあ、うん、一回ちょっと行ってみよう。まあ話よりやっぱ歌った方が早い。うん、というわけでレッツゴー。おい、やば、57が3D。この店すごい。36ハマった。終わった、人生終わった。初日にして人生が終わる。はい、終わった。お疲れ様でした。終わったー。島並海道来たよ、じゅんた。そうやな。どうする？俺の口座見てみようか。でも最初の売却取られたのが痛かったことだよ。あれは、しゃあない。いいなとか言って、何取ったらさっき座られて速攻ビッグ3連だろ。
マシュマシやるな。めちゃくちゃ気になるお店。広島折り面とはおしゃれ。ここでコクルンはちょっと癖強めでない？付き合ってくれって言われたらどうする？ここで付き合ってくれ。すごいな。広島に到着。来たな。広島じゃな、うん、なんかここいいな。なんか黄昏れることない。いや暑いよ。それを言うな。広島って何が有名なの？これやっぱ原爆ドームになるんか。他には柿ぐらいじゃん。広島は柿とお好み焼き。広島焼きって有名なんじゃん。あ、うまいな。広島焼き食べたいな。さらば野口。ガソリン満タン。行きまーす。
始め。やったわ、取り返したわ。行きますか。チーズビーバーとつもり。いただこうか。11万円。最高だ。450円。ハムタブさん、今日も楽しかったこと。よけいいねくれて、ありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくね。